データサーブはスウェーデン、リンシェーピングの航空機製造業者サーブ社のコンピュータ部門であったが後に独立企業となった。データサーブ社の歴史は1954年12月にサーブ社が政府の計算機委員会から真空管を使用した初期のスウェーデン製コンピュータ、ベスクのライセンス生産権を獲得した時に遡る。 このライセンス生産機は1957年に完成し、さらと命名された。この計算能力は次世代ジェット戦闘機のサーブ37微減を設計するために必要なものであった。航空機に搭載する広報コンピュータの開発を目的としたビゴ・ウェンツェルに引きられた開発チームは、リツという名称の全トランジスター制御の試作コンピュータを1960年に 完成させ、この D2 はデータサーブ社の次の20年の方針を決定するものになった。この開発は次の2つの路線に分岐した。主要な目的は、微減戦闘機用の広報コンピュータの開発であり、それから派生したのが、一般市場向けの民生用ミニコンピュータとメインフレームの生産であった。 CK37 軍事用広報コンピュータ CK37 の細部軍事用広報コンピュータの CK37 は1971年に完成し、微減戦闘機に搭載された。最初の民生用モデルの D21 は、数カ国に販売され30機余りが生産された。その後 D22、D220、D23、D5、D15。D D16 といった名称の数種類の派生モデルが開発された。1960年代にスウェーデン政府が税金の計算をするために20機のコンピュータが必要になった時にサーブ社製と IBM 社製のコンピュータを比較評価したところサーブ社製の優位が実証された。後に D5 を使用して 北欧諸国の銀行向けの最初で最大の端末システムが構築された。このシステムの一部は1980年代遅くまで使用された。1971年にスタンダードラジオテレフォン株式会社とサーブイコールスカニア社の技術を統合してスタンサー部社を設立した。スタンサー部社は国有のスウェーデン開発者も参画する。 ジョイントベンチャー企業であった。スタンサーブ社は商用と航空業務分野でのリアルタイムのデータ処理に焦点を当てていた。IT シームに展示されているデータサーブ D221975 年に D23 システムの開発は深刻な遅れを生じ、これはスペリーユニバック社との合併会社になることで解決された。1978年にこの会社は サーブイコールスカニア社の一部門と統合され、データサーブ社となった。データサーブ社は後に、エリクソン社、モキア社、アイシール社の所有となった。インテル社が競合するアンク社を、CPU のマイクロプログラム方式の更新と、非同期で作動する CPU の部位の技術に関する特許の侵害で訴えたときアンク社はそれらの技術が1972年に、 D23 ですでに使用されていたことが記された論文を提示することができた。インテル社の特許は1978年から有効だったので、その文書は先行していた技術が存在したことを証明しその特許が全く認められないものであることを示していた。後に提訴は取り下げられた。 リン・ショーピング大学の学術的コンピュータ協会のエリサとは1973年に寄贈された古い中古の D21 が設置された時に設立された。データサーブ社の社史は1993年にスウェーデンのコンピュータ史の編纂と販布をするために設立されたベテランの協会員たちデータサーブズベナーにより編纂されている。協会は データサーブ社の写真を5編の書籍に編纂し、コンピュータシステムの記録と写真及びデータサーブ社で開発、生産された製品をまとめたものを、協会のウェブサイトで公開している。2004年から、データサーブ社のコンピュータは、リン・シェーピングにあるコンピュータ博物館 IT シウムに展示されている。幾度かの吸収合併の後、データサーブ社の名称は1970年代。 遅くに発生したソビエト連邦への不法な技術移転事件に結びつけられることになった。この事件はテクノ・バンディッツという書籍の中の章にまとめられている。1973年に行われたモスクワ、キエフ、ミネラリヌイエボーディの各空港向け民間航空交通管制システムの競争入札でスウェーデンの企業のスタンサー部社が契約を獲得し、 スタンサー部社とアイロフロートの契約は1975年9月に締結された。しかし納入されるシステムの機器はスウェーデン人が輸出に必要な許可を得られない米国製の部品を使用していた。そこで彼らは一旦米国製部品を購入してラベルを張り替えてからそれをソ連の外交官を使ってモスクワへ密輸出した。 1978年にスタンサーブ社は会社名をデータサーブ社に変更した。この航空交通管制システムが1979年12月に起きたソ連のアフガニスタン侵攻の支援に使用されたという噂が立った。1980年10月に露見したこの密輸出工作はデータサーブ事件として知られる。 1981年初めにデータサーブ社はエリクソン社の参加に入り、そのコンピュータ部門はエリクソンインフォメーションシステムズ社となった。1984年4月にエリクソン社は米国の輸出規制違反に対し312万ドルの罰金を課せられ、これを支払うことに同意した。フライトグローバルアーカイブ1972 2008年10月29日閲覧。ショートヒストリーオブ SRT スタンアンブダッチゾーブ。2008年10月29日閲覧。クブランラインコンピューターグラム。2008年10月29日閲覧。リンダ・メルバーンニック・アニングデビッド・ヒーブ・ディッチテクノバンディッツハウザ・ソビエッツアレスティーリング・アメリカズ・ハイテック・フューチャー・ボストン フォートン・ミッフリン、ISBN 0-395-360668、スウェディッシュ・トランスレーション・バイボ・カゲ・カール・シン・ザ・セー・ム・ヤー。トゥナー・バン・ディターナ、オム・スマグリング・エ v ホグトノロジー・フロン・ v s エスティ・ティル・エスティ,ーティ,ルエスティー、ストック・ホルム、スベンスカ・ドッグ・ブラー・ダット、ISBN 9177380649、日本語訳。 高橋正氏ドキュメントハイテクスパイ、ソ連の先端情報摂取作戦、特馬書店、ISBN4-1935-32496 から。ありがとうございます。